ルートヨセフ・クロルは、オランダ・アムステルダム出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。クロルは1968年に、アヤックス・アムステルダムでキャリアを開始した。デビュー当初は、出場機会に恵まれなかったが、1969年夏に、左サイドバックのテオ・ファン・ダイフェンボーデがフェーノールトへ移籍すると、出場機会をつかみレギュラーとなった。 リヌス・ミケルス監督のもと、ヨハン・クライフラと共にチームを牽引、リーグ優勝7回、カップ優勝4回、UEFA チャンピオンズカップ優勝3回、インターコンチネンタルカップ優勝1回など数多くのタイトルを獲得。1970から71シーズンの UEFA チャンピオンズカップ決勝は、足の骨折のため出場できなかったが、 翌1971から72と1972から73シーズンでは決勝に出場し、大会3連覇に貢献するなど、アヤックスの黄金時代を支えた。その後、クライフとヨハン・ニースケンスが新天地を求めて、クラブを去り、1974年10月に、ピート・カイザーが引退すると首相として、アヤックスを牽引1979年のバロンドールでは、 ケビン・キーガン、カール・ハインツルン・メニゲに次ぐ第3位に選ばれている。1980年に北米サッカーリーグのバンクーバー・ホワイト・キャップス、イタリアの SSC、ナポリを渡り歩き、1986年にフランスのエース・カンヌで現役を引退した。1974年のワールドカップ、 西ドイツ大会決勝でのクロルオランダ代表としては1969年11月5日のイングランド戦でデビュー。クロルは1970年代のトータルフットボールと呼ばれた戦術の中で中盤からセンターバック、サイドバックを務め、守備能力と果敢なオーバーラップで重要な役割を担った。 1974年のワールドカップ、西ドイツ大会では主に左サイドバックとしてプレーし、2次リーグのアルゼンチン戦では1得点。2次リーグ最終戦のブラジル戦では65分に、ロブ連戦ンンブリンクとのパス交換から、左サイドを突破、正確なクロスを上げクライフのジャンピングボレーシュートをアシストする活躍を見せた。決勝戦では、 地元の西ドイツに1-2で敗れ順位優勝に終わった。1978年のワールドカップ、アルゼンチン大会ではリベロを務め、参加を辞退したクライフに代わって、首相を務めた。前回大会に続いて、決勝進出に導いたが、地元のアルゼンチンに延長戦の末1-3で、敗れ去った。 1979年5月22日に行われたアルゼンチンとの親善試合で65試合出場を果たし、オランダ代表歴代最多出場記録を更新。1980年の UEFA 欧州選手権1 9 8 2も出場したが、ワールドカップ、スペイン大会予選ではフランスに競り負け敗退。1983年の UEFA、 欧州選手権1984予選、スペイン戦を最後に代表から退いた。クロルは国際 A マッチ83試合に出場し4得点を記録した。なお出場記録は2000年6月29日の UEFA 欧州選手権2000準決勝、イタリア戦でアーロン・ビンターによって塗り替えられるまで歴代最多出場記録であった。 引退後は指導者の道へ進み、1994年にエジプトのあるザマレクの監督に就任。エジプトカップ優勝1回、アフリカチャンピオンズカップ優勝1回、アフロアジアクラブ選手権優勝1回に導いた。2000年からはオランダ代表のコーチを務め、ルイス・ファンハール監督を補佐。2002年からはロナルド・クーマン監督の下で、フルスのアヤックスで、 コーチに就任し、2005年に、クーマンが監督を辞任すると、暫定監督を務めた。2008年から2011年まで南アフリカの、オーランドパイレーツ FC の監督を務めた。2012年から、チュニジアリーグの CS スファクシアンの監督に就任。2013年9月、チュニジア代表の監督に就任した。 2014FIFA ワールドカップアフリカ3次予選のみの短期間の契約であり、CS スファクシアン監督との兼任となる。クラブ代表個人、アヤックスのアシスタントコーチを務めていたクロール個人、ありがとうございます。